みんな早かったな。急を要する状況だからな。しかし綱手姫よ、お前はもうええのか。この機会に若いもんと変わればいいものを。お前も年じゃぜ。あんたに言われたかないね。団蔵の件はさておき、綱手様がほかげに戻ってこられて安心しました。さて、挨拶はこれくらいにして早速会議を始めるでござる。敵の本拠地らしき場所はうちの者が突き止めている。ただ罠かもしれん。こちらも偵察部隊を編成し情報集めを行っている。各社では情報を統括する部隊を連合で別に組織しましょう。それがええじゃろう。で、あとは人中力どもだが。隠す。なんだ。ナルトも B も大きな戦力だぞ。隠してどうする。わしもそう思ったが、今回の戦争ではもしものことを考え出撃はさせん。敵はウチハマダラだぞ。戦力を出し惜しみして勝利の機を失ったらチャンスは。今回はその二人を守るための戦争。おかげ一人が勝手を言ってもダメだ。この若造が。ナルトはな、あいつのことならよく知っている。仲間のことなら無茶をしすぎる。だからこそだ。戦力を問題にする前に五冠がまとまらなければ、それこそ勝利はないでござろう。みんなこの件については同意しています、綱手様。もういい。減らず口のナメクジ姫は健在じゃな。元気になった証拠じゃぜ。八尾と九尾の隠し場所を決める。異論はないな、おかげ。わかった。さっさと先に進めろ。隠し場所はすでに決めてある。わしが B と共に修行に励んだとっておきの場所だ。というわけでだ。ガイ、ヤマト、アオバ、そしてナルト、お前たち4人はこれよりとある島に向かい、そこで雲隠れの忍びと合流。詳細については現場で知らされる手はずとなっているが、今回の任務は極秘任務となる。へへ、久しぶりの任務だな。腕が鳴るってばよ。それじゃあ各自準備が整い次第木の葉の門に集合ってことで。うん、了解だ。じゃあ俺は先に行ってるってばよ。いろいろ準備しとかないと。あ、ナルト。ん？一人で勝手に行かないようにね。分かってるよね。はい。ナルトに本当のことを伝えなくていいんですか。戦争から身を隠してもらうための任務だって。戦争について教えてしまえば、あいつは無理やりにでも戦場に出ていくだろう。それだけは避けなくてはならん。そうですね。ガイ、ヤマト、アオバ、お前たちはナルトを常に見張っておけ。絶対に島から出すな。はい。第三章、二人の人中力。準備完了った。よし、そろそろ行くか。もちろん準備できてるぜ。グッドだ。では早速始めるとしよう。おう。で、何を？出発前の手合わせに決まっているだろう。なんで？うん、愚問だな。いいか、考えてもみろ。俺たちが今から向かう場所はあの雲隠れ。武に優れ屈強な忍びが集まるあの地に向かう以上、いかなる事態に巻き込まれても対応できる力が必要だ。まさか雲隠れの忍びと一戦交えるかもしれねえってのか。可能性はゼロではないだろう。なるほど。うん、いかなる緊急事態にも対応しうる判断力、そして田里の忍びとの緊急戦闘を想定した手合わせだ。これは本腰入れなきゃならねえってばよ。いいか、
俺のことは雲隠れの忍びと思え、そして襲いかかる猛攻をかいくぐるのだ。よし、やってやるわ。素晴らしい気迫、俺も燃えてきたぞ。その熱き血潮に全力で応えよう。これが今のナルトの力か。なかなかの戦いだったってばよ。なあガイ先生。ん、ああそうだな、素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ、雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが返り討ちにしてやるってばよ。襲いかかるってそんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか、それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな、注意するに越したことはない。ああガイさん、では全員揃ったことだし。うん、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな、おう。これからこのノリが続くのかな。まずは挨拶からだトビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網を舐めない方がいい。サソリのスパイの一員だったな、薬師カブト。お前は暁の裏切り者だ。そう、二代目火影とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理、その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？これは。僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思っても見なかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめ。ということは？いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすがウチハマダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。
以上の任務を暗部と連携を取り速やかにこなせ。はい。お疲れですね、師匠。戦争前だからな。はい。そういえば、そろそろだな。え？そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。ああ、そっか。あいつ、ヤマト隊長に迷惑かけてなければいいけど。これからの戦争は、ナルトを守る戦争だ。それをナルトに感づかれないよう、ヤマトたちには徹底管理してもらわなければな。ですね。ナルト、私も頑張る。だから、あんたの方もしっかりね。ここが目的地か。大丈夫ですか、ガイさん。まさか船にこんなに弱いとは思ってなかったですよ。おのれ、この鋼の男。マイトガイが。連れの方は大丈夫なのか。ああ、はい、大丈夫です。どうかお気になさらないでください。出発前の威勢はどこへやら。それでこの島での宿場なんですが。それならばこの先にある。まあ少し進めばわかるだろう。わかりました。それでは我々もそちらに向かいます。ガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよ。ヤマトたちは先に行っててくれ。それが良さそうですね、ナルト。おっ、ガイ先生、さっさと気合で復活するってばよ。お前たちは。あ、私は木の葉から来たヤマト。こちらに宿場があると聞いてきたのですが。ああ、話は聞いている。よく来たな。宿場ならこの先、そう遠くない場所にある。ありがとうございます。そっちが例の。はい、名前は渦巻ナルトだってばよ。よろしくな。ふん、元気のいい B さんといいコンビになりそうじゃないか。誰 B って。なんだ、同じ人中力なのに知らないのか。 B さんってのはな、雲隠れの中でも有名な。 B は俺様、誰が呼んだかこの俺を。サインは今度だ、チェケラッチョ。 B さん。よう。え、この人がその B って人。 No、 俺の名前はキラー B。 キラリと輝くキラー B。 Oh yeah。 なんだってばよ、この力入れてダジャレ言う筋肉グロさん。この方が雲隠れのキラー B さんですか。まさか雲隠れにもいるとはね。ガイさんみたいなあれ系な人。雲隠れの英雄の中の英雄、八尾の美獣すら完璧にコントロールしたお前と同じ人中力だ。な、美獣をコントロール、このおっさんが。おっさんじゃない、キラー B さんだ。だったらさ、俺に修行つけてくれよ。修行だ。俺ってば九尾の人中力だけど、まだ九尾をコントロールできてねえ。だから九尾のコントロールの仕方を教えてくれ。嫌なこった。お前、今のお前には無理だぜ。絶対キュービに食われておしまい、絶命。なんでだよ。なのやってみなきゃ分かんねえだろ。お前は滝で黙って、めそう、修行の相手は俺様、面倒。な、待てこら。行っちゃいましたね。あの調子じゃ戻ってこないだろうな。くっそ、なんで無理なんだよ。しかもわけわかんないこと言いやがって。
いや、そうでもないぞ。 B さんは一応ヒントを言ってくれてる。どういうことだよ。 B さんは滝で瞑想しろと言っていた。この島には瞑想すると己の闇と向き合うことのできる真実の滝という場所がある。真実の滝か。おそらくそれを指しているんだろう。行くんだろ。当然、さっさと瞑想して絶対に修行をつけてもらうってばよ。じゃあ僕も行こう。ここは未知の領域、何が起こるかわからないからね。ふん、どうやら木の葉の人中力もじっとしているのが苦手のようだな。すみません、後から来る木の葉の者たちをお願いします。了解した。そちらも気をつけてな。